ガラテア人への手紙第一章人々からでもなく人によってでもなくイエス・キリストと彼を死人の中からよみがえらせた父なる神とによって建てられた使徒パウロ並びに私と共にいる兄弟たち一同からガラテアの諸教会へ 私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。キリストは私たちの父なる神の身胸に従い私たちを今の悪の世から救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げられたのである。栄光が世々限りなく神にあるように。 アーメンあなた方がこんなにも早くあなた方をキリストの恵みのうちをお招きになった方から離れて違った福音に落ちていくことが私には不思議でならない。それは福音と言うべきものではなくただある種の人々があなた方をかき乱しキリストの福音を曲げようとしているだけのことである。 しかし、たとえ、私たちであろうと、天からの見つかいであろうと、私たちが述べ伝えた福音に反することを、あなた方に述べ伝えるなら、その人は呪われるべきである。私たちが前に言っておいたように、今、私は重ねて言う。もし、ある人があなた方の受け入れた福音に、 反するることを述べ伝えているならその人は呪われるべきである。今私は人に喜ばれようとしているのかそれとも神に喜ばれようとしているのかあるいは人の関心を買おうと努めているのかもし今もなお人の関心を買おうとしているとすれば私はキリストのしもべではあるまい。 兄弟たたちよあなた方にはっっきり言っておく「私が述べ伝えた福音は人間によるものではない。私はそれを人間から受けたのでも教えられたのでもなくただイエス・キリストの啓示によったのである」「ユダヤ教を信じていた頃の私の行動についてはあなた方はすでによく聞いている。 すなわち私は激しく神の教会を迫害しまた荒らし回っていたそして同国人の中で私と同年配の多くの者に勝ってユダヤ教に精進し先祖たちの言い伝えに対して誰よりもはるかに熱心であったところが母の体内にある時から私を性別し 御恵組を持って私をお召しになった方が、異邦人の間に述べ伝えさせるために、巫女を私のうちに掲示してくださったとき、私は直ちに血肉に相談もせず、また先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行った。それから再びダマスコに帰った その後三年経ってから私はケパを訪ねてエルサレムに登り彼のもとに15日間滞在したしかし主の兄弟ヤコブ以外には他のどの人にも会わなかったここに書いていることは神の見前で言うが決して偽りではないその後私はシリアと キキリキアとの地方に行った。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていなかったただ彼らはかつて自分たちを迫害した者が以前には撲滅しようとしていたその信仰を今述べ伝えていると聞き私のことで神を褒めたたえた。 第2章その後14年たってから私はバルナバと一緒にテトスをも連れて再びエルサレムに登ったそこに登ったのは刑事によってであるそして私が違法人の間に述べ伝えている福音を人々に示し主だった人たちには個人的に示した それは、私が現に走っておりまたすでに走ってきたことが無駄にならないためであるしかし私が連れていたテトスでさえギリシャ人であったのに割れを強いられなかったそれは忍び込んできた偽兄弟らがいたので彼らが忍び込んできたのはキリストイエスにあって持っている私たちの自由を狙った。 私たちを奴隷にするたた。ためであった私たちは福音の真理があなた方のもとに常にとどまっているように瞬時も彼らの教養に屈服しなかったそしてかの重だった人たちからは「彼らがどんな人であったにしてもそれは私には全く問題ではない神は人を分け隔てなさらないのだから」事実。 かの重だった人たちは私に何も加えることをしなかった。それどころか彼らはペテロが活稽の者への復員を委ねられているように私には無活稽の者への復員が委ねられていることを認め。というのはペテロに働きかけて活稽の者への使徒の務めに就かせた方は私にも働きかけて 異邦人に使わせてくださった「からであるかつ私に賜った恵みを知って柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネとは私とバルナバとに交わりの手を差し伸べたそこで私たちは違法人に行き彼らは割礼の者に行くことになったのである」。ただ一つ 私たちが貧しい人々を顧みるようにとのことであったが私はもとよりこのことのためにも大いに努めてきたのであるところがケパがアンテオ家に来た時彼に非難すべきことがあったので私は面と向かって彼をなじったというのはヤコブのもとからある人々が来るまでは 彼は違法人と職を共にに、していたのに彼らが来てからはカツの者どもを恐れ次第に身を引いて離れていったからであるそして他のユダヤ人たちも彼と共に偽善の行為をしバルナバまでがそのような偽善に引きずり込まれた彼らが福音の真理に従ってまっすぐに歩いていないのを見て 「私は囚人の面前でケパに行った」「あなたはユダヤ人であるのに自分自身はユダヤ人のように生活しないで違法人のように生活していながらどうして違法人にユダヤ人のようになることを強いるのか」「私たちは生まれながらのユダヤ人であって違法人なる罪人ではないが人の義とされるのは 立法のの行いによるのではなくただキリストイエスを信じる信仰によることを認めて私たちもキリストイエスを信じたのであるそれは立法の行いによるのではなくキリストを信じる信仰によって義とされるためであるなぜなら立法の行いによっては誰一人義とされることがないからである しかしキリストにあって義とされることを求めることによって私たち自身が罪人であるとされるのならキリストは罪に仕えるものなのであろうか。断じてそうではない。もし私が一旦打ち壊したものを再び立てるとすればそれこそ自分が違反者であることを表明することになる。私は 神に生きるために立法によって立法に死んだ。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは私を愛し私のために ご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである私は神の恵みを無にはしないもし義が立法によって得られるとすればキリストの死は無駄であったことになる第3章ああ物分かりの悪いガラテヤ人よ 十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに一体誰があなた方を惑わしたのか私はただこの一つのことをあなた方に聞いてみたいあなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからかそれとも聞いて信じたからかあなた方は そんなに物分かか。りが悪いの御霊で始めたのに今になって肉で仕上げるというのかあれほどの大きな経験をしたことは無駄であったのかまさか無駄ではあるまいするとあなた方に御霊を賜い力ある技をあなた方の間でなされたのは立法を行ったからか。 それとも聞いて信じたからかこのようにアブラハムは神を信じたそれによって彼は義と認められたのであるだから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである聖書は神が 違法人を信仰によって義とされることをあらかじめ知って、アブラハムに、あなたによってすべての国民は祝福されるであろう、との良い知らせを予告したのである。このように信仰によるものは信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのである。 一体、立法の行いにによるる。ものののは、呪あ法書に書いてある一切のことを守らずこれを行わない者は皆呪われると書いてあるからであるそこで立法によっては神の見前に義とされるものは一人もないことが明らかであるなぜなら 信仰による偽人は生きるからである。立法は信仰に基づいているものではない。かえって立法を行う者は立法によって生きるのである。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを立法の呪いからあがない出してくださった。聖書に 木にかけられるものはすべて呪われると書いてある。それはアブラハムの受けた祝福がイエス・キリストにあって違法人に及ぶためであり、約束された御霊を私たちが信仰によって受けるためである。兄弟たちを世の習わしを例にとっていよう。人間の遺言でさえ、 一旦作成されたらこれを無効にしたりこれに付け加えたりすることは誰にもできない。さて約束はアブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは多数を指して子孫たちとにと言わずに一人を指してあなたの子孫とにと言っている。これは キリストのことである私の言う意味はこうである。神によってあらかじめ立てられた契約が、四百三十年の後にできた立法によって破棄されて、その約束が虚しくなるようなことはない。もし、相続が立法に基づいてなされるとすれば、もはや、 約束に基づいいたものではないところが事実神は約束によって相続の恵みをアブラハムに賜ったのである。それでは「立法は何であるか?」。それは違反を促すため後から加えられたのであって約束されていた子孫が来るまで存続するだけのものであり。 かつ天使たちを通し仲介者の手によって制定されたものに過ぎない仲介者なるものは一方だけに属するものではないしかし神は一人であるでは立法は神の約束と相入れないものか断じてそうではないもし 人を生かす力のある立法が与えられていたとすれば、義は確かに立法によって実現されたであろう。しかし、約束が信じる人々にイエス・キリストに対する信仰によって与えられるために、聖書はすべての人を罪のもとに閉じ込めたのである。しかし、 信仰が現れる前には私たちは立法のもとで監視されておりやがて掲示される信仰の時まで閉じ込められていったこのようにして立法は信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れていく養育係となったのであるしかし一旦信仰が現れた以上 私たちはもはや養育係のもとにはいないあなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのであるキリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを来たのであるもはやユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく 男も女もない。あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからである。もし、キリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。第四章。私の言う意味はこうである。 相続人が子供である間は全財産の持ち主でありながらしもべと何の差別もなく父親の定めた時期までは管理人や後見人の監督のもとに置かれているのであるそれと同じく私たちも子供であった時にはいわゆるこの世のもろもろの霊力のもとに縛られていたものであったしかし 時の道るに及んで神は御子を女から生まれさせ立法のもとに生まれさせてお使わしになったそれは立法のもとにあるものをあがない出すため私たちにこたる身分を授けるためであったこのようにあなた方は子であるのだから神は私たちの心の中に アバ父よと呼ぶ巫女の霊を送ってくださったのであるしたがってあなた方はもはや下べではなく子である子である以上また神による相続人である神を知らなかった当時あなた方は本来神ならぬ神々の奴隷になっていた しかし今では神を知っているのにいな,いなむしろ神に知られているのにどうしてあの無力で貧弱なもろもろの霊力に逆戻りしてまたもや新たにその奴隷になろうとするのかあなた方は日や月や季節や年などを守っている私はあなた方のために努力してきたことが あるいは無駄になったのではないかとあなた方のことが心配でならない。兄弟たちよお願いする。どうか私のようになってほしい。私もあなた方のようになったのだから。あなた方は一度も私に対して不都合なことをしたことはない。あなた方も知っている通り。 最初、私があなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱っていたためであったそして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのにそれを癒しめもせずまた嫌いもせずかえって私を神の使いか、キリストイエスかでもあるように迎えてくれたその時のあなた方の感激は 今どこにあるのかはっきり言うがあなた方はできることなら自分の目をえぐり出してでも私にくれたかったのだそれなのに真理を語ったために私はあなた方の敵になったのか彼らがあなた方に対して熱心なのは善意からではないむしろ自分らに熱心にならせるために あなた方を「私から引き離そうとしているるのである私があなた方のところにいる時だけでなくいつも良いことについて熱心に慕われるのは良いことである」「はあ私の幼子たちよあなた方のうちにキリストの形ができるまでは私はまたもやあなた方のために生みの苦しみをする」 できることなら、私は今、あなた方のところにいて、語彫を変えて話してみたい。私は、あなた方のことで途方に暮れている。立法のもとにまっていたいと思う人たちを、私に答えなさい。あなた方は、立法の言うところを聞かないのか。その記すところによると、 アブラハムに二人の子があったが一人は女奴隷から一人は自由の女から生まれた女奴隷の子は肉によって生まれたのであり自由の女の子は約束によって生まれたのであったさてこの物語は比喩として見られるすなわち この女たちは二つの契約を指す。その一人は死内山から出て奴隷となるものを生む。ハガルがそれである。ハガルといえば、アラビアでは死内山のことで、今のエルサレムにあたる。なぜなら、それは子たちと共に奴隷となっているからである。しかし、上なるエルサレムは、 自由の女であって私たちの母を指すすなわちこう書いてある「喜べ不妊の女よ声を上げて喜べ生みの苦しみを知らない女よ」「独り者となっている女は多くの子を産みその数は夫ある女の子らよりも多い」「兄弟たちよ ああなた方はののように約束の子である。しかしその当時肉によって生まれたものが霊によって生まれたものを迫害したように今でも奴隷であるしかし聖書は何と言っているか「女奴隷とそのことを追い出せ女奴隷の子は自由の女の子と共に相続をしてはならない」とある。 だから、兄弟たちよ私たちは女奴隷の子ではなく自由の女の子なのである第5章自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのであるだから固く立って二度と奴隷の区引につながれてはならない。 見よ、このパウロがあなた方に言う「もし割礼を受けるならキリストはあなた方に用のないものになろう」「割礼を受けようとするすべての人たちにもう一度言っておく」「そういう人たちは立法の全部を行う義務がある」「立法によって義とされようとするあなた方はキリストから離れてしまっている」 恵みから落ちている私たちは御霊の助けにより信仰によって義とされる望みを強く抱いているキリストイエスにあってはカツがあってもなくても問題ではないたといのは愛によって働く信仰だけであるあなた方はよく走り続けてきたのに 誰が邪魔をして真理に背かせたのかそのような勧誘はあなた方を召された方から出たものではない少しのパンダネでも粉の塊全体を膨らませるあなた方はいささかも私と違った思いを抱くことはないと主にあって信頼しているしかしあなた方を動揺させているものは それが誰ででああろろうう。と裁きを受けるであろう兄弟たちよ、「私がもし今でも割礼を述べ伝えていたらどうして今なお迫害されるはずがあろうかそうしていたら十字架のつまずきはなくなっているであろうあなた方の先導者どもは自ら虚勢してしまうがよかろう」。 兄弟たちよ、ああなたたたたが召されたのは、実に自由を得るためである。めでだその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに仕えなさい。立法の全体は「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」というこの一句に尽きるからである。 気をつけるがよい。もし、互いに噛み合い、食い合っているなら、あなた方は互いに滅ぼされてしまうだろう。私は命じる。御霊によって歩きなさい。そうすれば、決して肉の欲を満たすことはない。なぜなら、肉の欲するところは御霊に反し、また、御霊の欲するところは肉に反するからである。 こうして、二つのものは互いに相逆らい、その結果、あなた方は自分でしようと思うことをすることができないようになる。もし、あなた方が御霊に導かれるなら、立法のもとにはいない。肉の働きは明白である。すなわち、不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝。 まじない敵争い曽根見怒り党派心分裂分派妬み泥酔円楽およびその類である私は以前も言ったように今も前もって言っておくこのようなことを行う者は神の国を継ぐことがないしかし御霊の実は 愛喜び平和寛容慈愛善意忠実乳和、自制であってこれらを否定する立法はないキリストイエスに属する者は自分の肉をその情と欲とともに十字架につけてしまったのであるもし 私たちが御霊によって生きるのならまた御霊によって進もうではないか互いに挑み合い互いに妬み合って虚栄に生きてはならない第六章兄弟たちよもしもある人が在家に陥っていることが分かったなら 霊の人であるあなた方は柔和な心を持ってその人を正しなさい。それと同時にもしか自分自身も誘惑に陥ることがありはしないかと反省しなさい。互いに重荷を追い合いなさい。そうすればあなた方はキリストの立法を全うするであろう。もしある人が。 事実そうでないのに自分が何か偉いものであるように思っているとすればその人は自分を欺いているのである一人一人自分の行いを検討してみるがよいそうすれば自分だけには誇ることができても他の人には誇れなくなるであろう人はそれぞれ自分自身の重荷を負うべきである 見言葉を教えてもらう人は、教える人とすべて良いものを分け合いなさい。間違ってはいけない。神は侮られるような方ではない。人は自分の撒いたものを刈り取ることになる。すなわち自分の肉に撒くものは、肉から滅びを刈り取り、霊に撒くものは、 霊から永遠の命を借り取るであろう私たちは善を行うことに海疲れてはならないたゆまないでいると時が来れば借り取るようになるだから機会のあるごとに誰に対しても特に信仰の仲間に対して善を行おうではないかご覧なさい。 私自身今筆を取ってこんなに大きい字であなた方に書いていることを一体肉において見栄を飾ろうとする者たちはキリストイエスの十字架のゆえに迫害を受けたくないばかりにあなた方に強いて割礼を受けさせようとする事実割礼のある者自身が立法を守らずただ 「あなた方の肉について誇りたいために割礼を受けさせようとしているのである」「しかし私自身には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない」「この十字架につけられてこの世は私に対して死に私もこの世に対して死んでしまったのである」 活のあるななしはは問題ではなくただ新しく作られることこそ重要なのであるこの法則に従って進む人々の上に平和と憐れみとがあるようにまた神のイスラエルの上にあるように誰も今後は私に患いをかけないでほしい。 「私はイエスの焼き印を身に帯びているのだから兄弟たちよ私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように」。アーメン。